早稲田前線座は、かつて存在した、日本の映画館である。銀座前線座ができるまでは、単に前線座というのであった。1933年12月、浅草公園6区の帝国館出身の活動弁士、樋口明郎こと、樋口大輔が、東京市牛込くばばした町に、洋画工業を専門とする映画館、前線座を開業して、樋口の個人商店。 前線座を創立した。ちなみに当館が開業するまでの牛込区内の映画館は牛込館、神楽坂日活館、羽衣館、早稲田記念マの軽四館しかなかった。開業時に発行されたプログラム全線座ナンバーワンには、樋口が樋口ち明郎名義で開館ご挨拶を述べており、アメリカ合衆国から輸入した RC 衛星の最新式発生装置を使用し、 会館当初から陶器専門館であることが強調されていた。最初のプログラムには、レオ・マッケリー監督のカンターの闘牛士』国際式発生映画、人魚と海賊、七幕のライブ、ステージショー、毎日映画社の記録映画、海の生命線が上映、上演された。1945年の第二次世界、大戦終結後には再開業した。 1952年4月2日、前線座が株式会社に改組した。この前年の1951年には、高田の馬場に、早稲田松畜と高田の馬場パール座が開業している。名画座として親しまれたが、1960年代には、閉鎖、廃業した。ありがとうございます。